はい、皆さんこんにちは。今回は、Google コラボラトリー上で、Dash を使って、データ分析を行っていくんですが、今回からバッターのデータを紹介していこうと思います。今回は、球種別の円グラフや散布図を作っていこうと思います。今回はですね、まず最初にこのような円グラフを作ってみました。この円グラフをこう表示しているコードは、こういった形で作っています。今回の、Dash の入力欄では、大谷翔平選手、筒香嘉智選手、秋山翔吾選手の3人を選ぶことができます。その中から、スタッドキャストの、列、特徴列を選んでいくんですが、今回は、球種を選んでいきたいと思います。そうするとこのように円グラフが出てきました。左側が、大谷翔平選手が右投手から投げられる球種の、それぞれの割合です。右側は左投手となっています。左投手の円グラフの方が小さいのは、投げられている、その通算で、投げられてきた、球数がカウントされています。その、球数が円グラフの大きさに反映されているからです。大谷翔平選手は、このような形になっています。少し変えてみます。次は筒香嘉智選手を見ていきます。筒香嘉智選手は、こういった形です。次は秋山翔吾選手です。こういった形になります。それでは大谷翔平選手の方に戻ってみます。大谷翔平選手のデータは、まず左投手の球種の方で一番投げられているのが緑色のスライダーになります。他の2人の選手は一番多く投げられているのがストレートだったのですが、大谷翔平選手の場合はスライダーが多くて、その次にストレートの割合が多いというふうになっています。これはですね、大谷翔平選手が、スライダーを、苦手としているのか、もしくは左投手のストレートを、得意にしているかということだと、思います。おそらくですが、大谷翔平投手は、左投手の、スライダーを苦手としているのではないでしょうか。次に筒香嘉智選手のデータを見ていきます。筒香選手は、まずフォーシームが一番投げられる割合が、右投手左投手ともに多いです。左投手の場合はストレートについてスライダーが投げられていて、右投手の場合はストレートの次にシンカーを多く投げられています。筒香嘉智選手はこれまでメジャーに挑戦して、なかなかメジャーのピッチャーの攻めに苦しんでた印象で、特にストレートを苦しんストレート速いストレートを打つことが苦しいという状況が続いていたので、もう少しですね、ストレートを投げられているのかなというふうに思っていましたが、データを見る限りではそこまで、ストレートを多く、投げられているという感じは、しませんでした。次に秋山選手のデータを見ていきます。秋山選手は、
右投手に対してストレートを 41% 投げられています。この 41% という数字は筒香選手の 38% よりも大きいです。秋山選手もちょっと右投手のストレートを苦にしているということかもしれないです。やはり大谷翔平選手がストレートではなく、変化球で変化球の割合が他の選手に対して高いというところを見ると、大谷翔平選手がこれまでメジャーリーグに適応できているというのは、やはりストレートをメジャーリーグのピッチャーが放るストレートを打つことができるということが大きな要因の一つとなっているかもしれません。次に打球別のコースの散布図を見ていこうと思います。コードはこちらになります。これも円グラフと同じようにですね、選手の名前を選んでいきます。今回は、まず投げられたボールに対して、それぞれの選手が打ってヒットになったとか、ファールになったとか、フライになったとかというのを表す列でイベントというのがありますので、それを選択していきます。そして、プレート X センチメートルという列があるんですが、これは、キャッチャーの視点ですね。キャッチャーの視点から見てボールが、どのコースに来たかというのを見ることができて、この X は水平の位置を表します。水平の位置をセンチメートルで表します。続いて、プレート Z センチメートルですが、これは、ボールの高さを表します。これを散布図で表してみますと、こういう形になります。例えばここにホームランというのがありますので、これだけ見たいなという時はですね、他の、データを消していきます。そうするとホームランを打った時の、コースの散布図を見ることができています。ちなみに大谷翔平投手は、左バッターですのでこの左側ですね、こちらに大谷翔平選手は立っていて、この散布図の点の一つ一つはピッチャーから見てどのコースに投げたかということを見ることができます。この位置でしたら内角の高めになります。内角の高めの89センチのところにの位置のコースをホームランにしたということがこのデータから見ることができます。大谷翔平選手はですね、見る限りは、この60センチよりも上、そして100センチよりも下のところをですね、ホームランにしている。しかも内角外角それぞれ偏りなく打っているというところがすごいなという印象です。またこの右下あたりにポツポツと外角低めになるんですけど、ここをホームランにできるというのも大谷翔平選手の強みだと思います。先日
打ったホームランなんかはですね、完全にあの変化球に泳がされて、外角の球を少しこう当てる感じで打ったんですけど、その打球がホームランになってしまうというのを見まして、その大谷翔平選手のやっぱり打球の、強さというか、そのどんなコースでもホームランにできるというのが非常に強みなんじゃないかなというふうに思います。下の方は左投手から投げられた場合になるんですけども、左投手から投げられた場合は右に比べて少し内角の球をホームランにしているという割合が、ホームランにできてはいないようです。ただここは非常にホームランにするのが難しいところではあります。それでは他にシングルヒットですとか、ツーベースとはスリーベースなどの内訳を見ていこうと思います。こうするとですね、大谷翔平選手の場合はやはりですね、特定のコースとかを苦にすることなく、ホームランや、ヒットを、打つことができているということが、見れると思います。それでは、筒香嘉智選手のデータを見ていこうと思います。筒香選手の場合はこういったデータになりました。上が左投手から投げられた場合、下が、右投手から投げられた場合になっています。まだサンプル数は、足りないのですが、筒香選手もこの、こちら側ですね、このマウスが回っている方に、立って、左バッターということで立っているんですけども、内角を打ったりとか、外角低めを打ったりとか、そういうデータが出ています。特に、内角側の、球よりもですね、外側の球をホームランにしているというデータを見ることができます。筒香選手の場合はやはりストレートに苦しんでいるので、より早くこう打たなくてはいけない内角の球よりもある程度、差し込まれてもレフトスタンドなどに持っていける外角の球の方が、ホームランに、できているのかなという印象を、このデータから受けます。それではシングルヒットや、スリーベース、ツーベースのやつを見ていこうと思います。やっぱりこうやって見るとですね、こうして見ると、一番打てているのはやはりその真ん中から少し、内角寄り目の、低い球を、ヒットに、できているのかなという、ことがこのデータから、分かります。ただコースに関してはですね、そこまで偏りが見られるようには、思えません。次に秋山選手のデータを見ていこうと思います。秋山選手はまだメジャーリーグでホームランを打ったことが、ないみたいですね。なので、シングルヒット、ツーベース、スリーベースを見ていこうと思います。秋山選手もこういった形になりました。
秋山選手も左バッターですので、このマウスの方に、いつも立っているということになります。それでは見ていくと、秋山選手の場合は、右ピッチャーから、多くヒットを出ているという印象があります。しかしながら、左ピッチャーからはあまり打てていないという、データが、ここから見ることができます。秋山選手といえば、日本では日本のシーズンの最多安打記録を持つ選手ですので、ホームランが出なかったりとか、左ピッチャーを苦手にするとかっていうことはですね、ちょっとやっぱりメジャーリーグのレベルの高さというものを感じざるを得ないかなという感じです。例えば、逆にこうアウトになってしまったところを、見ていくと、まあ、こういった形で、先ほどはなかったこの辺りですね、内角の球あたりに、プロットが点が出てきますので、この辺を秋山選手は、左投手の、内角の球のところを、苦手としているのかなという、ことをこのデータから、見ることができました。今日はですね、こんな形で円グラフと散布図を使って、3人の、日本人メジャーリーガーのデータを見ていきました。また、次回もデータ分析をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。